こんにちは、コンタクトチャンネルのあやです。こんにちは、広報やめです。このコンタクトチャンネルではマチコン会社の恋愛カウンセラーがマチコンや恋愛に関する有益な情報をお届けするチャンネルです。動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。ということで、気になる人がいるからデートに誘いたいけど誘い方がわからないっていう人結構いますよね。デートに行く上で誘うっていうのはデートの第一段階なので、スマートにかっこよく決めたいですよね。なので今回はそんな悩める男子たちに、どんな誘い方でどこのタイミングでどんな風にすれば女の子からイエスをもらいやすいのかっていうところを教えていこうと思います。題して、勝率アップ、スマートなデートの誘い方です。ということで、やっていきましょう。はじめに注意してもらいたいことがあって、デートの誘いは考えなしに適当に誘ってしまうと断られる可能性が高くなってしまいます。行けたはずの気になるあの子とのデートが行けなかったら悲しいですよね。そして相手がこの人のこともっと知りたいなとか、いいなって恋を抱いていて、ましてはデートしたいって思っていたとしても、誘い文句によっては断られてしまう可能性があります。なので適当に誘うのはやめてください。早速誘い方から教えていきます。まず1つ目、理由をつけて誘うことです。理由なんてないよっていう人もいると思うんですけど、ないないじゃなくてちょっと無理やり作るんです。例えば事前に相談に乗ってもらって、この間相談に乗ってもらっちゃったから今度お礼にお茶でもどうですかとか、この間のお礼に相手の好きな食べ物、例えば、焼肉とかあると思うんですけど、そういうの行かないみたいな感じで誘うといいと思います。ただ誘いたいから相談しようと、関係が深まっていないのに相談しちゃうと、なんであんまり仲良くないのに私に相談してくれるんだろうって不信感を抱いてしまう可能性があるので、そこだけ注意です。わかります。それコミュニティが一緒で上司に相談とかならわかるんですけど、アプリの人に関係性ができてない状態で相談されると、もっと相談他にする人いたんじゃないのってなっちゃいますよね。確かにそうですね。次、2つ目は相手にイエスノーの選択肢を与えない方法です。この方法はダブルバインドっていう方法で、選択肢を変えるっていう方法です。例えば今度ご飯行かないって誘うと、はい、いいえの答えになっちゃうので、イエスノーの疑問文じゃないですか。なので今度の土曜日か日曜日に〇〇ちゃんとご飯行きたいんだけどどう？などの誘い方をするといいです。今の場合だと選択肢が土曜日か日曜日っていう選択肢でしたよね。行くことはあくまで前提として聞いてしまうという、ちょっぴり強引なやり方なんじゃないかなとも思いますよね。ただこのぐらいの強引さが女性からすると引っ張っていってくれるような頼りがいのある姿に見えると思います。ただ少し相手を引っ張っていくようなイメージなので、上から目線になるような言い方は避けてくださいね。次、3つ目は話の流れで誘う方法です。例えば相手の好きなもの、甘いものとかご飯だったり水族館だったりとかでもいいんですけど、話題を振って盛り上がったタイミングで、いいよね、よかったら予定合わせていかないみたいな感じで誘うのがいいです。これはデートに誘ったことがない人でも一番自然で誘いやすい方法だと思います。ただこの方法で気をつけた方がいいことは、誘うための話題を振るタイミングです。話が盛り上がっていない時にデートに誘っても断られる可能性が高くなるので、盛り上がっているタイミングで、そういえばさみたいな感じで切り出すのがいいですよね。これは王道ですよね、うん、でも話題を振るタイミングを間違えなければいけると思うので、大事なのは焦らないことですよね、うんうん、焦ってタイミング間違えるのが一番もったいないので気をつけてください。次は NG な方法なんですけど、回りくどい言い方ですね。これはちょっとはっきり言わせてもらうんですけど、わざと大人っぽく言ったところで予想以上にカッコついてないのと、全然カッコよくないので、純粋に行きたい旨をはっきり伝えるのがいいと思います。行き
たいんだけどとかじゃなくて、行かないって聞いちゃってください。カッコつけは行き過ぎると痛いですし、相手に惹かれてしまうので注意です。確かに、仮に誘ってるんだなって分かっても誘われるまで待っちゃいますし、何がしたいんだろうって思っちゃいますよね。うん、カッコつけたい気持ち分かるんですけどね、もうストレートが一番です。次、タイミングなんですけど、先ほどお話ししたようにタイミングがめっちゃ大事です。相手があなたに興味を持っているタイミングでなるべく直接言ってください。相手に行きたいっていう気持ちが伝わるといいです。叶わないのであれば電話やチャットでも大丈夫です。あとはデートの回数、1回目のデートに誘うのであれば1日中などではなく 2,3 時間で終わるようなお茶やご飯など、2回目ならご飯プラスアルファで何か映画やショッピング、3回目だったら1日中デートでも大丈夫です。なのでデートの回数によっても誘うものを変えてみてください。ということで今回はデートを誘うタイミングでした。この動画がいいなって思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。ではでは、またねー。